叱られる。それよりさっさとオケを片付けておいで。ルシオ、どうしたの？こんな夜更けに。静かにして。プラチナ、今すぐ逃げるんだ。少しでも早く。よくわからないわ、ルシオ。いいか、よく聞いてくれ。お前の父ちゃんと母ちゃんは、お前を身売りに。私、やっぱり家に帰りたい。ダメだ。どうして？まだお母様から聞いたわけじゃないもの。身売りのこともルシオの勘違いかもしれないでしょ。きっと今頃心配してるわ。ルシオ？黒い服を着たうさんくさい奴らを見ただろう。俺の家にも来たことがあるんだ。次の日、妹がいなくなってた。父ちゃんも母ちゃんも何も教えてくれない。え？私は病気で不幸があったって聞いたわ。消えちまう病気なんてあるのか。俺の家には医者に見せる金なんてないぞ。俺はお前と離れたくないんだ。ルシオ、どこか遠くに連れて行ってくれる？ルシオが一緒ならどこだっていいから。わからないわ。私たち
ち、これからどうなるの？ここは？綺麗ね。もしかして天国かしら。縁起でもないこと言うなよ。この花は プラチナ、早くここを離れよう。この花はすべてスズランだ。スズラン？そうだ、こんなとこにいたらスズランの毒で死んじまうぞ。プラチナ？ここで眠ったら楽に死ねる？な、何？もう嫌なの！私がどんなに頑張ってもお父様もお母様も優しくしてくれたことなんてなかった。私がこんなに好きでも二人は死んだら生まれ変われるかしら。生まれ変わっても一緒にいてくれる？それ以上に辛い思い出の方が多すぎるの。すべて忘れてしまいたい。しっかりしろ。俺は嫌だ。忘れるもんか。死んだってお前のことだけは。うわあ！
懐かしいわね。まるで客をもてなすような態度だね。ずっと待っていたの。フレイ姉さんからレナスお姉様が戻ってくるって聞いてたから。久しぶりね。元気だった？うん。あ、中でオーディン様がお待ちだったんだ。ええ、それじゃまた後でね。承知に応じました。任務の内容はいかがなものでしょうか。立ち上がりなさい、レナス。多くの下の者同様に頭を垂れる必要などあなたにはないのですから。らしいわね。会いたかったわ。私も。レナス・ヴァルキリア、運命を司る三女神のうち最も神格の高いそなたを呼び覚ましたのにはもちろん訳がある。はい。ユーミルの首が我に告げたのだ。世界の始末、ラグナロクが近いこと。ラグナロク、ワン神族も不穏な動きを見せている。我らアース神族と奴らとの戦いは避けられぬところだ。我らには戦力が必要だ。そなたには下界ミッドガルドに赴き、戦力にふさわしい人間の魂を探してきてもらいたい。
そのような大任を私に。光栄です。趣味よく成果が得られることを期待している。それではフレイユ。はい。私も一緒に行ってあげるわ。すぐに戻らなければいけないけれど。目覚めたばかりのあなたを一人で行かせてしまうのは心もとないから。